イエーイ、おはようございます、シラスタです。チチンプイプイプーイ。ウィキッドなの、ウィキッド大好きなの、ウィキッド大好きな人いる？これね、ミュージカル大好きなのね。だからニューヨークに行った時にね、ウィキッド、メリーポピンズ、マンマミーア、ライオンキングってね見てね、本当にお金がすっ飛んでいったの。はー、ニューヨーク行きたいな、またニューヨーク行きたいな、ニューヨーク行きたいな、ピーンってうるさいな。今日はね、シラスタのね、あの人生じゃないわ、2019年の目標の話と、まあね、どうやったらね目標をね達成できるかっていうのをね一緒に考えていこうよっていうような回でございます。イエーイ、なんかツボでも売り始めそうな自己啓発みたいな感じのトークになっちゃったらごめんねっていう感じで行ってみたいと思います。まずシラスタのね今年の目標をみんな聞いて。今年の目標はね3つあったの。1個、プライベートスタジオを、建てる、作る、借りる、なんでもいいんだけど、プライベートスタジオを持つこと。ん？こちら、プライベートスタジオで、今ちょっと首痛めたわ、やば。はい、2個目、YouTube の登録、1万人、イエーイ、22万人、目標の20倍、2000% 達成です。すごいね、意味わかんないね。びっくりするよね。だって、今年もさ、2月18日に投稿した時はさ、まあ、さ、ちょっと昔にさ、歌ってみたとか投稿したことがあって、200人ぐらいで最初からいたんだけど、正直。まあ、そんな感じで、2個は達成したの。で、3つ目、これがね、今ね、やべえなと思ってるんですけど、3つ目、ベンチプレス100キロ。ベンチプレスってわかる？このさ、ベンチに寝転がってさ、ふんってバーベル上げるやつ。あれでさ、100キロをさ、こうやってバンと持ち上げてさ、私のね、このね、お胸のね、おっぱいをね、ちゃんとね、ボーンってね、ほんとね、巨乳にね、しようと思ってるんですけど、これがね、なかなかね、ちょっとね、3つ目が厳しそうなんですよね。まあ、あと半年あるから頑張るけど、っていうか 100% 絶対達成するんだけどさ、今ね、85キロまで上がるの、85キロ。これね、去年の時点では、去年というか今年の初めの時点では40キロしか上がらなかったから、なかなかにね、頑張ったの、倍は行ったんだけどさ、あとね、15キロがね、なかなか厳しそうなんですよね。っていうのも、なんかジム行く頻度もちょっと今忙しくて減っちゃってるし、まあ、それとも週3は行ってるんだけどさ、キープでいっぱいいっぱいなわけよ、週3って。で、しかもさ、ジム行く頻度よりさ、やっぱさ、食事にさ、今さ、ちょっとこだわる余裕がなくて。でもね、俺ね、なんかね、そう、余裕がないとか時間がないとかね、言ってる。余裕がなくて、イェーっていうやつね、大嫌いなのね。余裕がないとか、お前が頭悪いだけだろって思っちゃうんですよ。はい、余裕がないときはどうしたらいいかっていうと、一つ、余裕を作る。二つ、金をかける。どっちかよ。どっちかだって俺は思ってるのね。なので、まあ、今回は余裕を作るんだったら動画とかにもっと時間を割きたいので、今回ね、シラスタがもう一個の目標を達成するために選んだ手段は、そう、二つ目、金をかける。金が出ていってしまうんですけれども、まあね、大切なことよ。で、どうするかっていうと、あのパーソナルトレーニングをちゃんとね受けてみようと思います。知らせたね、あの独学でやってたので、まあ多分ね、フォームとかも悪いし効率も良くないし、まあね、もちろん自分で勉強はいっぱいしてるんですけれども、筋トレに関する勉強とか栄養の勉強とかなんで、まあそこら辺の人よりはもちろん知識はあると思うんですが、それでもやっぱね、プロに見てもらうっていうのはね、大切なわけですよ。さあ、まあさ、ボイトレもそうなんですけど、さ、安くないわけよ。結構こうね、1対1のね、まあ、マンツーマン系の習い事というか、こう技術指導みたいなのっていうのはね、安くないから、特にさ、頻度が必要じゃん、パーソナルトレーニングって。だからさ、月さ10回とか受けなきゃいけないのかな。そうするとさ、多分さ、なライズアップほどじゃないにしてもさ、月10万5万から10万ぐらいでかかるってね思ってるわけよ。10万あれば、焼肉がいっぱい食べれるし、酒もいっぱい飲めるし、だってもうプレモルの缶だったら何杯、300杯ぐらい飲めるんじゃないって思うとさ、10万ってすごいんだけどさ、でもさ、考えてみようよ。今さ、私がさ、エニタイムフィットネスにさ、毎月さ、8000円ぐらい払ってるわけなんだけどさ、それでさ、なんか、体にさ、一個もさ、身にならないんだったらさ、もうちょっとさ、ちゃんとさ、お金払ってもさ、その、ちゃんと身になるお金の使い方した方がいいかなと思って、しかもさ、せっかくさ、なんか難易度高そうな2つのさ、目標達成してるんだから、あともう一個もね、絶対達成したいから、まあね、シラスタはね、そうやって筋トレ、お金をかけて筋トレするっていう道をね、選ぼうかなと思ってます。というわけで、絶対に100キロ達成するから。なんかね、シラスタの中で目標達成しないっていうのはね、基本的にありえないの。絶対にありえなくて、もうなんか、あの、吐きたくなるぐらい目標達成できないっていうことは。なんで、もうなんかね、ここに並々ならぬね、このなんか気合と、なんかいろいろ使ってるわけなんですけれども、そんなね、目標達成するっていうことに関して、そこそこ得意なシラスタちゃんから皆様にね、こうやったら目標っていうのは達成できちゃうよーっていうね、方法をね、お伝えしたいと思います。最後にはね、ツボを売り始めるからみんな気をつけて。はい、というわけで、目標達成に必要なことを、ね、シラスタが必要だと思ってることを皆さんにお伝えしていきたいと思います。この動画にはね、本当に5000万円の価値があると思ってます。イエーイ。あのね、まあなんか当たり前のことしか言わないんですけど、シラスタが大切にしてることは2つ。1個、絶対に継続すること。絶対に目標が達成されるその日まで継続すること。安西先生も言ってたでしょ、諦めたらそこで試合終了ですよって。そう、諦めなきゃね、大体勝てるわけよ、人生なんていうものは。そう、相当ね、頭の悪いね、目標の立て方をしてない限りは、継続さえすればね、勝てるわけ。2個目、ちゃんとインプットし続けること。なんかさ、努力すれば夢は叶うって
ていう言葉はさ本当に嘘だと思っていて、努力を目標が達成する瞬間まで、しっかりと続けた挙句、その努力の仕方についても常に試行錯誤をし改善を重ねられた人だけが目標を達成できるっていう風に思ってます。なのでなんやろね、まず継続できること、1個目の話なんですけど、継続できるかどうかっていうのはめっちゃ重要じゃん。だからさ、みんなさ、なんかダイエットとか始めるときにさ、とりあえずジム行きます、ジム通いますって言ってさ、ジム通えばさ痩せると思ってるんですけど、まず本当にさ、あんたジム通える？週3でジム行ける？だって仕事忙しいでしょ、飲み会だってあるでしょ、行ける？ジム疲れて帰ってくる日あるでしょ、ジム行ける？本当にキングダムが出る日はどうすんの、早く家帰ってキングダム読み始めちゃうでしょ、行けないでしょジム週3も。まあ行ける人はいいんだけどさ、なんかもう人と会うのも嫌いだし趣味もないしジム行きますみたいな、ジムが生きがいですみたいな人はいいんだけどさ、みんなさ行けないわけよ。だからさ、本当にジムってねすごいいい商売だと思ってて、もう全然ね通ってない人からね金をねガポ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 収入して、まあそれジムが悪いわけじゃなくてあなたたちが悪いんですけど、なんだろう、その継続できない努力っていうのはもう努力じゃないっていうかな、努力じゃないからってか分かるでしょ、皆さん20年も30年も生きてんだからさ、あのジムに行けないことぐらい分かるわけよ。とかさ、もう食事制限よ、夜飯抜きますとか、夜飯なんか抜けるわけねえだろう、抜けるわけねえだろう、抜けたってさ最初の2週間ぐらいよ、抜けるわけないんですよ基本的には。まあ抜ける人はいいよ、でも抜けない人なんか多いでしょ。だからジムに行きますとか夜飯を抜きますっていうのは本当にね、もうそれ失敗してるわけよ、目標達成のためのこの努力の仕方が失敗してんの、ドアホードアホーって感じよ。だからさ、例えばさ、もうねみんな長く生きてる人が多いんだから、10年も20年も生きたら自分のことわかるでしょ。だからさ、ジムに行くじゃなくて、例えばさ、もう家でならできるだったら家にさジムのセット、例えばダンベルとさ、なんかわかんないけどヨガマットとさ置いとくとかさ、家だったらできます。で友達がいればできますだったら仲間を巻き込むわけよ、仲間を巻き込んで一緒にジムに行くとかさ。でさっきの知らせたみたいに、もうねジムに行く程度じゃダメよ、ただもうパーソナルトレーナーをお願いするでね、なんならもうイケメンのパーソナルトレーナーをお願いしたらいいと思うよ、イケメンのパーソナルトレーナーとか美女のパーソナルトレーナーとかさ、ちょっと自分の下心を使ってさ、なんかこの人だったら会いに行きたいと思えるような人に習うとかさ、もう工夫が必要なわけ、工夫が必要なんですよ。そう、みんなさ、どうせ途中で飽きちゃうんだから、まあさ、手を変え品を変え、ちゃんと目標達成するその瞬間まで努力し続けられるような状況を作り出しておく必要があるわけ。食事制限だってそうよ、夕飯抜くは無理でしょ、夕飯抜くは無理。でも例えばさ、週に1回だけ夕飯を抜くとかだったらさ、ちょっといけると思わない？で週に1回だけ夕飯を抜くだったら、他の日爆食いしていいって意味じゃないからね。でも他の日がさ多少食べちゃったとしてもさ、なんだろう、もうあー無理、食べちゃった無理よ、なんかもうやめるダイエットってならないじゃん。まずは自分がさ、こうダイエットするための準備から入るわけよ。とりあえず週1抜いてみる。で週1抜けたら週2にしてみる。でそしたらさ、それを増やしていくんじゃなくて、他にさもうちょっとさ楽にさ食事を減らせる方法ないかなって考えるわけ。例えばお肉の種類を変えるとか、バラ肉はもうちょっと禁止にしてせめて胸肉にするとか、そうカロリーが違うからね全然。そうとか、まあ毎日一駅分歩くとか、お茶碗を小さいのに変えてみるとか、ご飯のお茶碗ね、小さいのに変えてちょっとでも量を減らしてみるとか、ご飯の前にプロテインを飲んでご飯をねいっぱい食べ過ぎないようにするとか、その継続できるダイエット食事制限方法っていうのたくさんあるから、もう本当に継続できない、早くさ結果が欲しいからって継続できないような手段を選んだ時点であなたの負けなの、目標に対して。本当なんか目やにがついてる、目くそ鼻くそがさやばいね最近、年かな。なのでそうやって頭を使ってちゃんと自分がね継続できること、 YouTube だってそうよ。私はさ YouTube さ、なんか YouTube にチャレンジする人って多分いっぱいいると思うんですけど、私はもうなんか動画さえ投稿し続ければ勝てると思ってたのね。ちゃんとみんなに届くと思ったし、見てもらえると思ってたから、ちゃんと計画を練ったの。こういうネタで動画を作る、いつまでにこれをする、で動画が作成が終わるまではもう家から出ないとか、必ず午前中にやるとか、でめんどく夜になったらめんどくさくなるじゃん撮影とか、でもなんか撮影はできる時にしておくとか、なるべく曲解説ってさ結構重いのね、曲解説ってさ重いわけ、本当にさ1本撮るの8時間ぐらいかかるから、なんだかんだ。でもさ、例えばさタピオカハイトーンとかだったらさ、あれさ実はさ撮影と編集入れて多分ね 3,4 時間で終わってんのよ、だからいつもの半分なのっていう風に、自分が継続できる、飽きないでちゃんと努力を続けられるように工夫していくわけよ。で YouTube もちゃんとこう動画さえ投稿していけばなんとかなると思ってたんで、ちゃんとねそうやってなんかだろう、飽きないように継続できるように、成果を残し続けられるように、現実的な自分の性格とねちゃんと向き合って、自分だったらこうしたら多分ここで飽きちゃうとか、こうしたらここでダメになっちゃうとか、こうしたらここで無理しちゃうとかっていうね、ことをちゃんと考えて自分の性格に合わせた継続できる計画を立てるっていうのがめっちゃ重要なわけですよ。実際2個目のさ、勉強し続ける、インプット続けるっていうのはさ、ここの継続があった上に乗せていくものなんだけどさ、例えばさダイエットだったらさ、何のさ栄養の知識とか運動の知識もないのままやってもさ失敗しちゃうわけ。でもさ、とりあえず始めてみて、自分が考えられる方法で食事制限するとか始めた上で勉強していくとさ、例えばさ 1kg の脂肪を燃やすのに 7000kcal
リーから8000キロカロリーのカロリー消費が必要になりますって情報を勉強してたらさ手に入るわけよ。 YouTube とかでさ分かるからさ、そんな調べればさ。で7000キロカロリーってどのくらいかっていうと、お茶碗一杯のご飯って多分200キロカロリーから300キロカロリーぐらいなわけよ。結構あるよね。それをさやめたとする。1日さ3食食ってたのさ1食だけ抜いたとするじゃん、ご飯一杯を。そしたらまあちょっと200キロカロリーのつましょう、200キロカロリーかける30日でもうそれだけでさ6000キロカロリーじゃん。だから1日ご飯1杯やめるだけで脂肪が1キロ減っていくわけ。1年後どうなると思う？脂肪が12キロ減るわけ。脂肪1キロってさこんぐらいでしょ。だってこれがさ12個体から取れていくわけよ、ご飯1杯抜くだけで。すごくない？すごい差じゃない？そのぐらいのさ小さい差の積み重ねでさ1年後にナイスバディか1年後にさほんとボヨンボヨンのキングスライムになるかがさ決まるわけだからさ、毎日プール行くとか毎日ジム行くとかする必要ないわけよ。そんなことしなくても、そう栄養の知識がちょっとあれば自分が楽な方法で継続できる努力の仕方っていうのは、まあ、途中からであっても見つけられるから、絶対ね、その自分が努力してることに関する勉強っていうのはした方がいいの。まあなんかお金を払って教えてもらうでもいいし、YouTube 見るでもいいし、本を読むでもいいし、なんかググってもいいし、ちゃんと自分がその目標としてることに関する勉強っていうのをね、延々とねし続ける方がいいよ。そしたらさ、自分がさ一番楽な方法で継続できるし、結局ね継続できれば勝てるわけだから、目標の設定方法さえ見せてなきゃ。なのでキラスターが言いたいことは2つ、ちゃんと継続すること、継続するための計画を立てること、あなたの性格に合ったね。でその継続のクオリティ、継続の中の努力のクオリティが上がっていくように、より効率よく動けるように勉強っていうのはちゃんとねしていくべきなんですよ。どうやったら YouTube はいっぱい見てもらえるのかなとか、どうやったら筋肉がつきやすくなるのかなとか、どうやったら痩せるのかなっていうのはちゃんと勉強しておくことが大切でございます。この2つさえやればね、大体の目標は達成できるんです。まああとはね、ちゃんと人に感謝して、自分が助けてもらったら相手も助けてあげた方がいいし、そうやってねなんか世界は回ってるので、本当 Love in Peace Happiness is here っていう感じで、皆さん2019年後半まだまだいけますよ。忘れ去られていたさ2019年のさ1月1日に立てた目標とか立ててない人もいっぱいいると思うけど、なんかさこう何かこう自分がこうしたいっていう願いがあったら、そこに向けてね一歩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 歩いていけば大体達成できるから、ね、やってみるのもいいんじゃないかなってことで、最後にツボを打って終わりたいと思います。皆さん今日もありがとうございました。真面目なしらすたちゃんは噛んじゃった。真面目なしらすたちゃんもね応援してください。頑張るよ2019年後半、下半期ハッピーでいこうぜ。イエーイ。